ったりということもあったんですが、高須が今日1番、そして2番の渡辺直人という起用法になりました。3割4に打っています。打数は少ないんですが3割をしっかり残したわけですよね、今シーズンは。そうなんですよね、やっぱこう勝負強さっていうのはね、高須はやっぱり持ってますよね、はい、そうですよね、はい、さあ杉内です。まず初球です。岩隈は9球で三者凡退に切って取りましたが、杉内はどうでしょう。初球はストライクです。145キロ。打球は伸びていく、伸びていく、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。レギュラーシーズン1本の高須がなんとこのクライマックスシリーズファーストステージ第1戦でいきなりホームランです。先頭バッターホームランが出ました。楽天イーグルス、高須が打ちました。そして今ホームイン、1点先行は楽天です。高めのボールだったんですが、西崎さん、いきなり来ましたね。本当にびっくりしましたよね。はい、まあ、まさかね、高須の、今シーズン1本でしょ、はい、そのバッターがいきなりここで大仕事するとはね、やっぱりこう短期決戦何が起こるかわからない。本当ですね、はい、で今のを見ても、まあ、たまたまてっぺんにはストレートのフォアボールだったぐらいの感じだったんですけどね。そうですね、はい、厳しいところを攻めながらという、今日はプレートアンパイア、ホームプレートが川口です。でそしてこのクライマックスシリーズからは6人の審判です。プレートアンパイアの川口、1塁秋村、2塁が坂谷村、3塁中村で、レフトに柳田で、ライトに津川というこの6人の審判でゲームが行われています。さあバッターボックスの杉野、スタートした、てっぺ、そして打ってセンターへ、打球が伸びていく、これも伸びていく、伸びていく、これもいった、ホームラン。セギノール高田とミートを上げました。ツーランショット、1回に3点が入ります。楽天、高須の先頭アーチ、そしてツーアウトからセギノールのツーランショット、完璧に打ちました。センターの B です。大きな2点追加、1回の裏の楽天の攻撃です。熊も笑顔です。杉内が打たれています。これがあるんですよね。そうなんですよ、今のも嫉妬ですよね。甘いですよね、ど真ん中高め、ね、はい、ただそれはやっぱりこう追っつけるというか2方向の意識ですよ ね、まあ、ね、それはあったと思うんですよね、だからそこでエンドランをかけたんですかね、はいはいはい、今それによってこう最初から中継はこうサードにつなぐっていうのはありましたけども、はい、まあでも今の山崎君のランニングはちょっと早かったですよ。はい、ちょっとですか。まあかなりかな。でもやっぱり山崎はそういった意味では今の走塁を見てもそうですが、本当こう士気を高めるという意味ではね。レフトへ、打球はどうだ、巻いていくか、ホームランです。中島が打ちました。この大きなクライマックスシリーズファーストステージ、ここでスタメン起用された中島がなんとツーランホームラン、打つは打つはの楽天イーグルス3本目のホームラン、すごい、ただただすごい、7点目が入りました。序盤の3回で7点です。すごいとしか言いようがないというこの打線です。この中島君のね、本当バッティングですよね。ただ杉内の今日打たれたホームランは大体あそこですよね。そうなんですね、ボールに当たったんですよね。当たりましたね、これそこが、まあしょうがないですよね、はい、そして7回裏にこの人に一発が出ます。山崎です。雨を押す一発で11対4とその差は7点と広がりました。これでも勝利は主に収めた格好です。完全に外しました。さあ鉄平が出ます。そしてランナーは2アウト3塁1塁、バッターボックスは山崎へ入っていきます。
オンデックから15歩でこのバッターハウスに入ってまいりました。この15歩の間にいつものようなこのルーティン、バットをコンコンとこう頼むよ頼むよと願うような格好で蹴りながら入ってまいりました。そしてこの大歓声の中です、山崎から言っても非常に大事な打席ですね。大事になってますね。何を狙うかですよね。先ほどはこうインサイドのストレート初球をですね、打ち上げてしまいましたよね。そのストレートボールを待つのか、もしくはこの外のスライダーを待つのかっていうですね。はい、さあホルトンの80球目2アウトランナー3塁1塁、初球はまっすぐ外低めになりますがボールになります。まあ、なんでボールだという表情なんですが、今日のホームプレート中村、そしてこの声援です。1点取れば大きな1点になりますが、回は5回の裏、引っ張っての空振りです。ワンアンドワン、追い込まれるまでは当然引っ張ってきますよね。なるほど、そうですね、強い打球を打とうという形ですけども、はい、追い込まれたらおそらく、まあ、右方向も効果の意識をしてのバッターボックスになるはずです。ワンアンドワン、ツーアウトランナー三塁一塁、レフトへ打球が伸びた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 、いったー、入りました、ホームラン、昨日に続いてのホームラン、山崎やりました、スリーランホームランです。大歓声です、湧いています。このケースタ山崎が打ちました、このシリーズ2本目のホームラン、大きな一発です。野村監督は走って迎えます。ハイタッチです。あ、抱き合いました。役者が違いましたね。違いましたね、今ちょっとね、トレハルが来ました ね、すごい、山崎武史が打ちました。ランナーを二塁に置き、鉄平フルスイングした打球はライトスタンドに一直線、取られた直後に取り返す鉄平の値千金の特大ツーランで試合は決まったかに思えた。4回イーグルスは先頭のセギノール、ファイターズ先発糸数の変化球をフルスイング、打球はセンターの頭を越えバックスクリーンに突き刺さる。前日の嫌な流れを吹き飛ばす一発でイーグルスが1点を先制する。はい、ここまでの八木投手についてアツザーピッチングコーチなんですけれども、今年一番いい時の腕の振りに近いと思うと、セギノール選手、リンデン選手に対する変化球のレフトへ入りました、同点ホームランです。ライナーで飛び込みました、八木も信じられないという感じです。痛烈なライナー、レフトスタンドに突き刺さりました。1対1の同点です。いやー、三田さん、すごいライナーですね。ですね、入るとは思わなかったですけども伸びましたね、まあ、しっかり振り切りましたよね。スライダー、いやいや低めではありますが、そうですね、いいポイントで振り切りだったと思います。渡辺の同点ホームラン、1対1です。宮野さん、続きお願いします。すみません、タイミングが悪かったですね。外国人選手2人に対する鉄平もライト前、はい失礼いたします。